おはようございます。仏教の超基本チャンネルです。皆様、いろいろな集団に所属し人生を歩まれてきたことだと思いますが、どの集団でもまとまることはなかなか難しく、人間関係の悩みは絶えないものですよね。人々はそれぞれ個性を持った上で悩みを抱えてその集団に来ているため、まとまるのは難しいと考えられています。仏教で和合と呼ばれる人間関係がうまく回っている状態にするには、自分がその集団でどの位置に置かれているか正確に把握することが大切です。これができないと心のバランスを崩し、やがて集団の輪を乱す存在となってしまいます。自分のことばかり考えるのではなく、他人を生かしてこそ自分が生きるということを忘れないでください。この内容は是図商店印字の著書、心に水をから引用しております。ありがとうございました。